はい、所沢市整体院ココア院長の金子康です。本日も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。本日も肩こりで悩むあなたに風邪のアドバイスやヒントをお伝えしたいと思っております。今日はですね、ちょっとストレッチをやっていこうと思います。で、最近また質問があったんですけども、バドミントンして肩が凝っちゃってっていう方で、なんかストレッチ方法はありませんかっていうので、まあ、私の方で施術をして自宅の方でやってもらうようなエクササイズを考えました。で、結構効果があったので今日また皆さんにお伝えしたいと思っております。で、結構バドミントンっていうのはここよりも大体ね、こう内側が結構凝ってるんですよ。この内側のところが、ここは凝る人が多いです。内側のとこ、内側ですね。ここ外側よりも内側、ここは痛くて上がるな、あれだなってなっちゃうんで、ここは張ってるんですね。ちょっとそこを伸ばすようなストレッチ運動していきたいと思います。まずはまあこう四つ這いになってですね、ちょっとこのまま両手を前に倒すスルーって滑らしていきます。スーッと、そう、手だけ。そうするとちょうど脇の下がこの辺が伸びるのが意識できると思うので、そこ意識しながらやってください。ここを伸ばすぞって、ここ伸ばしてください。これはね、まあ呼吸をしながら10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でいいの、ね、で戻ります。でもう一回、でさっきよりも柔らかくなってますのでもっといけると思います。体伸ばせます。そう、これで痛くない範囲でね、やってくださいね。でまた10秒数えます。で終わりです。これを10秒2セットやりましょう。でもう一個、例えば左手を今度ストレッチしたい場合は左手を斜めの前に伸ばします。でこの肩を内側にこうねじります。こうこう、その時もこの内側が伸びるような感じ、ぐーっと内側を意識してください。内側というのはもう大体この辺ですね。この辺を伸ばす。結構伸びてます。私ここが伸びてます。ここがで、反対も、これまで10秒を2セットいきましょう。で今度はここがね、一番重要なところを説明したいところなんですけども、でまだここはね、ここは緩みました。だけどももうちょっとここを緩ませて、このお腹のところなので、ここをもう自分でこうさすってください。さするだけ、これだけでいいです。ここを緩めてあげてください。ここがもう張っちゃってると肩が上がりにくいです。ここ硬いとね、こう伸びないんですよ。グーッと止まっちゃうの。なのでここを緩めてあげる。でもその時に肩に力が入ってグーッてやったままやると効果が薄れます。なので肩の力を抜いて楽な状態でここを緩めをさせる。今立っちゃってますけども、座った方がね力抜けます。肩の力抜ける。そうそう、でこうさせる。でこっちも、これも10秒を2セットいきます。そうしてまた今度は最近やる前に肩の高さ上げてもらって、あ、このぐらいできついなって思って、でストレッチを3回今3つ説明しましたね。その3つやってもらった後にまた肩を上げる。そうすると変化があると思います。お、ここまで上がった、それが効果ありの印です。なのでそれを実感してみてください。これはもう家でもどこでもできると思いますので、ぜひやってみてください。
結構バドミントンはね、ほんとやっぱ腕を使っちゃうんですね。しかも久しぶりにやったり、熱中すぎちゃうと腕の力ばっかりになっちゃうので、しかもやっぱここが張るんですね。ここと、ここ、脇の下とここ。なので今の3つをやってみてください。で、もし、効果があったなと思ったら、私のこの YouTube の登録ボタンを押して、私の動画を見逃さないようにしてください。またあのブログの方で、LINE アットの友達になるボタンがありますので、ぜひ友達になってください。よろしくお願いします。で、また、ストレッチとか、また動画を上げていきますので、ぜひ期待してください。よろしくお願いします。では本日も最後まで動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございました。